いえ、皆さん、こんにちは。はい、今回はちょっとですね、ハードオフに行って、ちょっと、キーボードと、マウスと、あと、いろんなもの買ってきました。ちょっと帰ってきたばっかりなんで、ちょっと、息が荒いですね。なんで買ったかっていうと、パソコンについてた、マウスとか全部あれ、お父さんのだったんですよね、あれは。なわけで、今日お父さんが、の部屋にあるパソコンで、使うっつうことで、俺の部屋にあったあのキーボードは、全部今、お父さんが使ってますね。なわけで、自分用のキーボードとかですね、これは、よいしょ。じゃあ、まず、じゃあ、開けていきましょう。よいしょ。チャリで、持って帰ってきたんで、こんな風に結んであります。よいしょ。こんな感じですね。まずキーボード何円かっていうと105円です。で、マウスが210円。で、これが、そのネットの使えるやつ、420円。で、ハサミじゃなくて、あれ？あ、そうだ、これだ。その、スピーカー、700円。これだけ新品でしたね。つうか、新品のしかもこういうスピーカーなかったんで、仕方なくこれ買いました。では、つなげたらまた次、次回、紹介すんで。それでは、また、さよなら。